はい皆さん毎度毎度はいデジタルパーマ問題ねこれは何が正解なのか数こなしても分かりませんうちの店で提供する仕上がりは結構ウェットでウェーブが分かるくらいしっかりかけてムースで仕上げるのですが世の中デジタルパーマのイメージはコテで巻いたみたいな緩いけどしっかりかかっているのが定着しています何が正解かデジタルパーマのかかり具合ねおそらく何十人もかけてるとね 髪質と、まあ、雰囲気見てねおそらくこの髪の毛はこのぐらいにしかかからないだろうとなんか想像つくと思うんだよね。それに対してお客様がねコテで巻いたみたいなのを、ね、希望してるとかもっと太いんでこうぐるんぐるんってのを希望してるとかそれ無理だって直感で感じるようになるんだよ直ね。でそれ以上はもう無理だろうって分かってるんだけど結局やらなきゃいけないっていうのが地獄の始まりじゃないの デジタルパーマのね、悪いところっていうのはね、お客様がね、うんとコテで巻いたみたいにかかるって信じてるんだよ。そこが一番タチが悪いところだよね。さらにね、追い打ちをかけるようにね、知ったかぶりものね、若者美容師がね、できるんだっつってね。あれね、できないことを知らないからできるって言えるんだよ。何人も何人もやると、できないことがわかってくるんだよね。 できないことがわかかららない無知だだできるるって言えるんだよこれはね自分もそういう時代あってから若い時ね結局細い毛は何をやったって硬くならないしねで自分も昔デジタルパーマーがあ行やって頃ねデジタルパーマーをねほとんどのお客さんにかけたよねあの時ずっとデータ取っててデジタルパーマーがきれいに見えるのは全部ねゆるいゆるいゆるくかかっちまったきれいゆるくかかったきれいってこう軽く見ていくるとね 全部緩いので強くかかったら失敗とかね強くかかったらぐちゃぐちゃとかね感想書いてあるんだけど全部緩ゆるめにかかったときやっぱり綺麗だったねでここでいうゆるいっつうのはコテで巻いたみたいな緩さじゃないんだよコテで巻いたみたいな張りがある感じじゃないよもうだらっとね乾いたらまっすぐになるね内巻きっぽくなりあうような本当にゆるいパーマ染めてるけども手触りよくかかったっていうような感じだよね染めてるけど。 損傷を、まあ、少なく緩くかかったった感じだよねでねふと我に返って気が付くとねこの程度のパーマだったらコールドでねシスカなんか使えば同じじゃんとベテラン先生っていうのはそこに気づいてデジタルパーマを使わなくなるっていうのがねまあ演出でねデジタルパーマってのは残してあるけどねどこのお店もねこのデジタルパーマね。 喋り出すと止まんなくなるよね。<laughs> はい、お疲れ様でした。